変だー。時は 2000WX 年、Google の本社がヤバい、というか世界がヤバい、突然 YouTube 会員殴り込みを仕掛けてきた、最強の二輪車、ホンダのバイク、圧倒的なマシン性能で、全ての男視聴者を虜にした結果、女性 YouTuber は激怒した。もう、とっくにライフはゼロよ。そしてあろうことか、本社に爆弾を点火した。ダメだ、そんなことをしたら YouTuber の給料が消えてしまう。しかし、爆破までのタイムリミットはあと少し、こんな時に頼れる戦士は、あいつしかいない。助けて、当然し。そう、この世界にはトップオブキノコの、あいつがいる、当然し、キノピオ隊長だ。今回の設定。1位を取らないと、世界がヤバい。空軍鉄道だな。うわぁ、終わったぁ。なんでブラッキー先生いるんだよ。と思ったそこのあなた、安心してください。こいつが名乗ってるだけです。お前めっちゃ中二病だな。というわけで、さっさと不当戦士を1位にして、この世界を救いましょう。設定まだ忘れてなかったんだな。今回のステージは、エレクトロドリームです。嫌目をくっぱしていたけどな。それはヤバタックスでやんと。ともめだぁ。電気の子は燃料だろ。任天堂がネット環境を有料にしたせいで、レートの差が激しくなりましたが、それでも不当戦士は1位を取る。このアイテムで1位になる。何が出るかな？何が出るかな？もたついてる間にめっちゃ抜かれてるけどな。あれ？またキノコじゃねえか。なんという行幸なのでしょうか。いやキノコとか全然嬉しくないだろ。このステージは、細かいカーブが多いので、上級者向けですね。そこでキノコをぶっ飛ばす。よしゃ、どんな壁に激突すんのかよ。いらないことをしてしまったせいで、順位は8位に転落してしまいました。落下が一番いらないことなんだけどな。あ、待って、1位だー。そういうの悲しくなるからやめた方がいいぜ。まだ序盤なので、こっからアイテムで挽回していきましょう。何が出るかな？何が出るかな？神と、キノコのハーフ、釈迦でーす。出たー。今最も神に近いキノコだ。完全にそのネタ忘れてたわ。2周目はカットだー。いや全く同じ順位で一周したのかよ。これぞ編集を考えての神プレイ。いや神プレイすぎるからこの順位なんだろ。何が出るかな？何が出るかな？お前の人嬉しそうだな。トリプルキノコとかこの順位で出すもんじゃねえだろ。こっからすごいアイテムをたくさん出して巻き返したい。さあラストアイテムすごいの来い。何が出るかな？何が出るかな？何が来てもダメだろ。いやもしかすると、キララー。いやー。わー。わー。わー。ああ、やってしまった。この世界は、破滅するしかない。皆さん。お気づきだろうか。この最後の画面のところ、順位は9位、そしてレートは1238。数字をバラして掛け合わせてみると、9×1×2×3×8 は、432、ひっくり返すと、234。この2つを足し合わせると、そう、666。6、6、6、悪魔の数字、フリーメイソン。一体、このキノコには何が隠されているのだろうか？これは完全に、ヤバタクスでやん。